から前線中島、あっと奪い返された。これは危険なシーンになった。レンドロペスが持っていく、自分で行く、シューター、京都さんが同点。レンドロペスが決めました。 FC 岐阜のミスを逃しませんでした。前節に続いて今シーズン8点目のゴール。いや、これは一気に形勢が変わりましたね、小野さん。そうですね、もうこういった流れにならないようにという部分はあったんですけどね、はい、今の中島選手のプレーは少し軽率だったと言われても仕方ないですね。そうですね、2点のリードから一気に同点に持っていかれました。およそ3分ほどでしょうか、3分の間に2点を岐阜は失ったということになりますね。